農狂言とは古典落語の演目の一つ。江戸で農狂言を見て気に入った田舎大名が国元へ帰って家臣に演じてみせるように命じるが田舎者の家臣たちは農狂言を知らないので困惑する。たまたま江戸から旅回りで来ていた二人の話家に引き入られてデタラメな農狂言を繰り広げる家臣たちの騒動を描いた滑稽話である。 とある大名が江戸から国元にお国入り、出迎える家老に対し、江戸で農狂言というものを見て面白かったので、来月に行われる単語の節句の際に農狂言を見たいと言い出す。ところが過信衆の中に農狂言を知っている者が一人もいない。張り出しをして報奨金付きで民衆に尋ねるも申し出るものは出てこない。そこに、 江戸を離れ中で仕事にありつこうと旅をしていた二人の話しが現れる。ゼニになると知った二人は知ったかぶりをして脳狂言をやってもいいと申し出る。脳狂言についてあやふやな知識しかない二人だが、過労も脳狂言を知らないのをいいことに適当に準備の指示を出し、自分たちは乗客扱いを受けて飲み食い三昧の末当日を迎える。 芝居のようなものをやればいいだろうと考えた二人は、聞き覚えのある、中心蔵五段目、二つ玉の段の場面をやろうと決める。我々は、十五双玉という演目をやると、過労に伝え、見よう見真似で中心蔵の低苦労と余一米を演じる。芝居は佳境に入り、低苦労が余一米を切りつけると、低苦労はとっとと舞台裏に引っ込んでしまう。 芝居小屋ではないので幕が降りるわけではなく、切られて死んだはずよ一部へは仕方なく立ち上がり、己手苦労を、やるまいぞ、やるまいぞと言いながら、舞台からはけていく。三代目、三遊亭窓カバが、情報落語から、東京の六代目、三遊亭炎章へ伝えた。近年では六代目、三遊亭炎章しか演じた者はいない。戦記の虫と同様に、演者が実際に、 舞台から歩き去る動作で終わるという珍しい方の下げとなっている。田島の殿様という別題もあり、三代目、三遊亭窓カバの即帰集、縁場18番にも、田島の殿様の題で掲載されている。最後の、やるまいぞは、追い込みという表現の終わり方の一つ。通常は、相手方が何かをやらかして退場し、その後を追いかけながら、逃がしはしないぞの意で、やるまいぞ。 やるまいぞと言いながら自らも多生する。ありがとうございます。